こんにちは、株式会社エンジョイワークス事業学部の浜口と申します。少しですね、今回のクラウドファンディング、投資型ってとこが、特徴的だったりするので、そのあたりも中心に、ペイントラウンジ、どんな形で資金を、皆さんから、ご出資いただきたいかっていうのを説明させていただければと思います。よろしくお願いします。初めて、サイトを見ていただいた方もいらっしゃるかもしれないので、ここから説明させていただきますが、エンジョイワークスは、ハローリノベーションというサイトをしてまして、松下さんの今回のプロジェクトペイントラウンジも、こちらのサイトの方で、投資を募っている、状況です。で、起業家さん、まさに松下さんのように、新しく事業を始める方に対してそこに共感をして、面白いなと、事業をこの事業だったら、投資したいなっていう方を、集めるマッチングをするサイトとして、事業は行っております。で、ただ、投資型という形で、お金をですね、事業に、預けていただく、ものになるんですけども、単純にお金を出して、そこで終わりではなくて、このプロジェクト自体に、しっかりと、参加をいただく、参加できる、機会を一緒に提供したいと思ってまして、私たちとしては参加型クラウドファンディングと呼んでおります。で、クラウドファンディングっていうと、いろんな、サービスあって、皆さんもイメージがあると思うんですけども、いわゆるその購入型というクラウドファンディングも、皆さんのですね、応援を集めるっていう仕組みでは一緒です。で、ネット上で気軽に参加できるっていうところも一緒なんですけども、私たちは、特に、イベントを組み合わせたり、発信を組み合わせたり、また、投資をしていただいた後ですね、運営をしている間もですね、コミュニケーション、関わりを続けるってことを大事にするので、投資家さんと一緒にこう事業を、成長させていくってことをポイントにしております。ことで、まさに今回のあれですよね、ペイントラウンジは先ほどお話しいただいた通り、なかなかまだ、世の中にない事業になってくるので、これをまず最初の段階から一緒に、皆さんと成長させていく事業として関わっていただけたら面白いんじゃないかなってことが、きっかけになっております。はい。で、投資ですね、出資をすると、得られるものっていうのが、3つあります。投資家コミュニティでの運営参加で、投資家特典というのを数多く、また投資なので、金銭的なリターンもあるということになります。まず、投資家コミュニティでの運営参加ってことなんですが、これ、1回目のイベントで、地元の小城間さんと、お話をさせていただいた、場なんですけども、あれですよね、運営開始後も、引き続きこのペイントラウンジを、進化させていく形で、皆さんと一緒に進めていきたいなってところがありますよね。はい、もちろんです、はい。具体的には3ヶ月に1回こう投資家イベントみたいなことも開催してますので、そういうところで、進捗を、報告させていただきつつ、今の課題なんかも事業に投資をしていただいているので、しっかりと開示をして、改善していく、またさらに魅力アップできるものも皆さんからアイデアをいただくってことができればいいなと考えております。具体的に例えばどんなことが一緒に考えれるポイントになりそうですかね。そうですね、なんか一緒になんかワークショップを考えていただいたりとか、こんな画材があるというか、こんな画材を使ってこんな絵描いてみたいとかって、そういう意見を汲み取りながら、じゃあ実際にそれを使ってワークショップしてみようだとか、そのドリンクも開発しても面白いのかなと思っていて、こんな今回は、例えばゴッホをイメージしたドリンク、じゃあ何と何を混ぜたらゴッホっぽいですかみたいな、そんな話とかしつつ、実際にお店で提供するワークショップのメニューだったり飲食のメニューだったりっていうのを考えれたらなと思ってます。なるほどです。ありがとうございます。ですね。
本当にその結果として、ラウンジのところが売り上げが上がったよとか、お客さんが増えたよとかですね、そういうこともですね、運営会社も継続的にシェアできているような関係が作りたいなっていうのがポイントですね。はい。で、僕はですね、投資家特典ってところですね、これが実は4つ用意をしていて、それぞれ魅力的なので、これちょっとまず1つずつご紹介したいななんて思うんですけど、まず1つが、限定の年間レポートっていうのを、1年に1回まとめますっていうことで、イベントとかでもお話はするんですけど、それを、多分作品なんかもいくつかご紹介するような形で、まあ、楽しいものっていうのを、お作り して皆さんに共有させていただきたいなっていうところですかね。多分チャレンジみたいなところもね、来年この1年かけてどうしようみたいなことなんかも宣言したりとかあるかもしれません。あとは、次投資家特典2位ですけど、ワークショップの利用料が、50% オフってことで、相当これ大盤振る舞いですけども、まずは、ワークショップ体験をしていただきたいってことで、じゃあ投資家になると、お得に、体験ができるってことが、ポイントになってます。はい、松下さん、これはやっぱりその投資家さんにもこういう感じで実際に参加してもらいたいなってところありますかね。そうですね、もちろん投資もしていただきたいっていう気持ちもあれど、やっぱり一番は絵を描くことを楽しんでいただきたいっていうところがあるので、ぜひぜひ参加していただきたいです。あとあれですよね、実際にやってみて、あ、これだったらこういうアイデアも付け足したらさらにお客さんが喜ぶんじゃないかとか、楽しいんじゃないかとか、場合によってはもっとお金を出していただけるんじゃないかみたいな話も、できるんじゃないかなと思いますので、そういう意味での、利用オフチケットになります。はい。で、あとですね、ちょっと現地に行けない方なんかもいらっしゃる中で、これはぜひやりたいなってことで、オリジナルカラーを調合してプレゼントっていうところですが、これ具体どんな感じのイメージされてますか？こちらはその投資家さんのプロフィールなり、まあ、場合によってはオンラインで対談なのか直接会ってお話なのか、まあ、その人のイメージというか、まあ、プロフィールなり人となりをお聞きして、その人をイメージ、私が勝手にイメージする色を、絵の具ですね、を送りつけるっていうようなイメージです。最高ですね。これはね、本当ね、意外な色が、自分の色が発見できちゃうかもしれませんし、はい、もうちょっとね、絵の具っていう存在自体に今ね身近じゃないみたいな方もいらっしゃると思うので、改めてそういう風に絵の具と触れ合える機会を、こういう形でもご提供したいなっていう気持ちで、特典考えました。最後が、選べる、選択式のっていう特典になります。で、一つが先ほどのピントラウンジの企画会議ってことで、現地に、まあ、このコロナが落ち着けば集まったりもできますし、まあ、オンラインも使っての、集まりかなと思います。で、もう一個が遠方の方もですね、投資いただければっていうところで、遠方の方向けに、プレゼントできる絵の描き方っていうのを一度こうオンライン型のワークショップということでやっていただくというものを、用意してます。まあ、どこに住んでいても、関われるような、ものということで、検討をしました。一応投資家特典が4つあるんですけど、4つ目は選択式だったんですけど、他 1,2,3 は、皆さんに特典としてご利用いただけるものとなっておりますので、ぜひぜひご参加ください。改めて、ここが最後大事なんですが、参加、じゃあどうすればこれ参加できんのってことなんですけども、皆様、現在ですね、松下さんとしては200万円を募集をしています。で、200万円を、皆さんの、出資で、クラウドファンディングですね、集めていきたいというところで、一口、5万円からの、投資になっていまして、
仮に2口、10万円入れていただいたとすると、10万円を、この200万円のうち、投資の、持ち分として、運用させていただきます。で今ですね、これ想定利回りを 5.8% 年税引き前で考えておりまして、想定通り事業が進むと、これを 5年後に平均として 5.8% お返しできるということになります。具体的にどういうことかと言いますと、 5.8 の ×5 年になりますので 29% になりますね。なので10万円入れていただいた場合は10万円が12万9千円になって返ってくるということになります。毎年10万円を戻すべくどんどん積み上げていって5年後に最終的にそういう形でお戻しできるような計画にできればというふうに考えているというところです。はい、まあ、もちろんこれは投資なので、事業として、これ以下になれば、利回りは下がりますし、もっと、売上が上がったよってなればさらに、高い利回りもあり得るというところで、これを一緒にですね、皆さんと一緒にこの売上も含めて一緒に、高めていきたい、一緒にこう事業として、面白いものにしていきたいというところがポイントに、なります。まさにこの5年間運用していくよっていう計画になってるんですけど、はい、今回まあ5年間を含めた事業計画を、まあ、一緒に立てて、より事業の具体性を上げていったなっていうところがあるんですけど、その辺はどういうふうに感じてらっしゃいますか？あれですね、5年間運営を、もちろん運営を作りつつも、まあ、2年目、3年目とか2店舗、3店舗を目標に置きつつ、その私一人では回せないのは確実なので、2店舗、3店舗を作っていくと。その中で、いかに周りの方を巻き込みながら作っていく仕組みを作っていくか、事業計画に落とし込んでいくかっていうようなところをちょっと具体的にしながら5年間運営 を表にしたという感じですかね。そうですよね。あとあれですよね、そのピントラウンジってまさに事業自体に、あ、面白いな、興味を持ってきたいただいた方は、一口でも二口でも投資で参加いただいて、これがどうなっていくかっていうのは一緒に並走しながら知っていただくような、機会、貴重な、本当貴重な機会だと思うんで、参加いただければなってところですかね。そうですね、本当になんか、こんな場所あったらいいと思ってたっていう方は結構多くお声を最近ありがたいことにいただくので、そういったところでどうやって今後この事業、ペイントラウンジが、こう、紆余曲折しながら進んでいくかっていうのを一緒に本当に近くで見ていただきながら、まあ、口も出していただきながら、お金も出していただきながら、一緒に作っていけるっていうところがすごい個人的には魅力的だなとは思っております。それ、まあそう、本当にだから自分で、まあ、事業やるってとこまではまだ行ってない方でも、そのなんか周りで、その街でなんか面白いことやってるみたいな方に出会った時に、フィントラウンジってこういうのあるよっていうのをですね、こう教えていただけるような、そういう方々にも関わっていただいて、どんどんこう本当広めていく、楽しい取り組みとして広めていくっていうのが、期待しているところです。はいですね、今回200万円という募集で、一口5万円になりますので、最大40組の方の参加になるっていうことで、ある意味40人まで限定ってところが、ポイントになりますので、皆さん、興味ある方は、まずはご検討いただければっていうところですね。はい。あと、あれですね、投資型になりますので、もっとですね、たくさんの、応援をしたいということで参加いただければありがたいはありがたいんですが、この投資型に関しては、その分しっかり運営したものは、金銭のリターンとしてもお戻しするという計画なので、増えてしまうと、そこの計算がまた変わってきてしまいますので、本当に40組の方が最大で、限定ってなっているところを、ご了解いただければと思います。
ということでですね、今回ペイントラウンジの、都市型のクラウドファンディングにあたって、まあ、実際投資っていう言葉があまり聞き慣れないというか、ハードルが高いなということが多いと思いますので、そこについて少しざっくばらんにですね、皆さんと、掘り下げたいと思います。ということでですね、代表して、松下さんの、プロジェクトを一緒にですねサポートいただいている北村さんを、ご招待してですね、お話しできればと思います。ということで、北村千恵さんお願いします。はい、はい、北村千恵と申します。わからないことをどんどん聞いていこうと思います。よろしくお願いします。今回ペイントラウンジにすごく興味があるんですけれども、投資型って聞いて投資って怖いものだと思って、その先のボタンが押せないんですけれども、申し込みボタンを押した先一体どうなるんですか？そうですね、まず投資家登録という、作業手続きをしていただくことになりまして、そこでは、その投資家さんとして、適格性があるかということは、具体的には確認をさせていただきます。正直なので一般的な購入型のクラウドファンディングよりやや面倒だったりとか、するんですけど、それはただ他の投資家さんに、ご迷惑をかけないっていう意味合いがありますので、必要ですね。ご情報はご提供いただければと思います。その間ですね、クラウドファンディングデスクというものがですね、弊社おりますので、分からないことがあれば、気軽にですねご質問いただいたり、電話でのお答えをさせていただきますので、これ送ったんだけどなんかうまく送れてるか分からないとかですね、そういうことも含めて、気軽に、お問い合わせいただいて、少しずつ前に進めていただければと思います。これちなみになんですけど、投資を検討している方から質問をいただいておりまして、なんか年収、その申し込み先に年収とかマイナンバーとかを入れないといけない、その投資家登録をしないといけないところがあると思うんですけど、なんかその個人情報が私に伝わるんじゃないかと不安に感じていらっしゃるのかなと思っていて、そこら辺はいかがでしょう？ペイントラウンジの場合は、法定調書の作成のためですね、マイナンバーに関しては、松下さんの方に、お伝え、される、情報になってくる点ご了承いただければと思います。ただし、年収に関しては、開示情報には含まれておりません。ペイントラウンジでは営業者である松下さんを委託者、当社を受託者とする、業務委託契約に基づきまして、当社は営業者が、匿名契約、法定調書の作成および、投資家特典を含む事業等について出社への連絡に必要な情報、こちら、お名前とご連絡先、そして、マイナンバーと、出資金額になりますね。こちらを営業者の方に、ご提供する、形になります。なお、投資家の皆さんにご提供いただいた、個人情報やマイナンバーなどの漏洩など防止のため安全に管理されるよう対策を講じています。じゃあもう一ついきます。はい。今回投資を一口5万円したとしたら、5年間運用でしたっけ、するということですけど、ちょっと私やったことないのでよくわからないんですけれども、毎年5万円払うってことですか？はい、これは、今回200万円を募集するにあたっての募集になりますので、一度、5万円を、投資いただいたら、それ以上お支払いいただく必要はございません。ただし5年間の運用期間に関しては途中で、抜けたり、するとなりますと、それこそ、他の投資家さんへの、影響も出てきてしまうので、基本的には、5年間、そのまま、持っていただくってことが原則になります。松下さんに質問って形ですけど、200万円の、使う用途っていうのはどういうものをイメージしてますか？
はい、200万円の使う要素としては主に内装費ですね、内装工事設備費での200万円になります。まあ、現状200万円では賄えないんですけれども、一応投資家さんからご支援いただくのは200万円というところで一区切りをつけさせていただいております。あの現状工事自体は進めてられてると思うんですけども、これはあれですよね、仮に運転資金の方を一旦こう当て込んでるっていうことでよろしいでしょうか。そうですね、はい、もう湯水のごとくもう消えていっているという感じでございます。はい、なので、集まり次第、この投資いただいたものは、お金はですね、工事費の方に回させていただいて、でしっかりとその分を運転の方に、回させていただくという計画になっております。投資をしたら5年間あの運営に参加するということでしたけれども、本当に5年間って少し長いなと思うんですけれども、どういった参加の仕方ができますか。投資家さんの関わりは様々でして、積極的にあのイベントとか現地のワークショップとか参加をして、関わっていただくっていう方法もありますし、あの年に1回のレポートをこう楽しみにしていただいて、そこで、成長をこう見守るっていうスタイルでもあのもちろん大丈夫なので、そこはお気軽にご参加いただければと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんと一緒に良き場作り事業を作っていきたいと思いますので、ご支援応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。